いては孤高のモノマネ芸人山本貴弘。今流行りのサウナを舞台に最新ネタで山本劇場を繰り広げる。サウナ用語で今流行りの整う、モノマネ界での整うとは、小屋から出てきてネタをし、また入って出てきてネタをするという流れを何度か繰り返し、皆さんが受けることによって気持ちよくなることである。諸説あり。実はシリーズ、バラエティ番組に出た時になんてコメントしたらいいか山本貴弘に相談する高橋克典。山本君さ、今度さ、クセスゴっていう番組に出るんだけどさ、山本君がやる俺のモノマネの V を見た後にコメント言わなきゃいけなくてさ、やっぱ似てないで通した方がいいよな。俺に聞きます？実はシリーズ、オールスター感謝祭でマラソンをする土屋太鳳ちゃんを応援する織田裕二。太鳳ちゃん行け、ラスト。おい太鳳ちゃん大丈夫？そう、倒れた。太鳳ちゃん、すいません、誰かタオルと水持ってきてください。はい。でで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 。ネタシリーズ、石原軍団で行ったロケ先のホテルでの就寝前の渡里哲也。あら。おい、ひろし、綿棒。綿棒。ああ。なあ、ひろし。アフリカのゾウさんやキリンさんは耳がかゆいときどうすんだろうな。おやすみ。新ネタシリーズ、最後は一人錦鯉。みんなこんにちは。うるせえよバーガー。うわー、声ができんだよ。錦鯉です、よろしくお願いします。カメラさん、ちょっと寄ってください。ちょっと寄ってください。ちょっと寄って。あ、似てる。ここが一番似てんだよバーガー。似てる似てる。みんなこんにちは。うるせえな、お前。なんで顔隠してんだよ、お前。本物だよ。見りゃわかる。見りゃわかるって言うんだ。すごい。あれ？たかしが二人いる。こっちが本物だよ、バカ野郎が、お前。こっちが本物だよ、バカ。だってさ、俺中学の時のあだ名、おじさんだからね。なんで知ってんだよ。こっちが本物だ。ちげえよ、バカ野郎。いつもこっちにいるだろ、俺。あだだだだあだあだあ、どうした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 の。痛風が発症した。こっちが本物だ。ちげえ。だいたいこういう顔のやつ痛風なんだよ。いや、だって俺が本物だからね。なんでだよ。だって俺今江戸川区住んでるからね。本当の住所じゃねえか、それ。本物だ。本物は言わねえんだよ、住所バカ野郎。こうなったら3人で仲良くやっていこう。なんでだよ。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。錦鯉さんでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、でも確かに山本君、何にもせんでええな。3年前の僕にめちゃくちゃ似てるんですよ。結構こんぐらいのガタイあったんですよ。なおかつまだモノマネされてないんじゃないの。初めてですよ。ちなみに錦鯉2人はちょっとモノマネとか、はい、やったことあんの、モノマネとか。僕は僕は森泉さんとか。あー、わかる、わかる、わかる、森泉さん。いけるいける、はい。